嘘でしょ。はい、家に帰ってきましたって言ってもちょっと翌日になってしまったんですけど、昨日はねちょっと食べるタイミングを見失ってしまったんですよね。では開けていきたいと思います。まずはこれからじゃじゃーんそもそもこれ自体が可愛いよね。かわいいね。もうすでにこれがかわいいんだよな。ちなみにこれは普通のドーナツなんですけど、 LINE で友達登録すると今1個無料でもらえるっていうキャンペーンやってるみたいな、友達登録してもらいました。なのでちょっとねこれは明日食べようかな。シールもかわいい。ほっほっ、これが A セットですね。ああ、ちょっと1日経っちゃったから湿っちゃったか少し。ああ、でも全然大丈夫だ。かわいい。ポピーさん。よいしょよいしょよいしょ。ほっほっ。よいしょ。かわいい。ほっ。ああ、いい香り。ほっ。ボリッシュかわいいね。はい、できました。ではでは撮影タイムです。ポピーさんとミッフィー、これが A セットかな。で B セット、スヤーのミッフィーとバリスですね。こんな感じです。ちょっと入れ替えて写真とか撮りまくろうかな。いやーかわいいねめちゃくちゃかわいいよ。なんかこの2セットを見るとめちゃくちゃ癒される。かわいいなかわいいな。これ上に乗せちゃったりもできるんだよね。ふい、あはうっしょー、かわいい。ちょっと一つにまとめたいので、よいしょ、中に入れちゃおう。溶けちゃう。最後にミッフィーだけ個別で撮ろうかな。よいしょ、かわいい。やばい、めちゃくちゃかわいいね。これ、ロッカーどうなってるんだろう。こちら、あ、塗られてないんだね。
あ、塗られてない。こういう感じなんだね。かわいい。いいね、こういうの。はい、ってことでね、今回買ったミッフィーのセット A、セット B でした。実は、イクミママの動物ドーナツって、一度だけお店に行ったことがあるんですよ。このお店って結構特殊なところにあって、確か神奈川県の元住吉ってとこだったかな、の駅の近くだった気がするんですよね。で、なぜそんなところに行ったかっていうと、元カノと初めて同棲をするってなった時に、物件を探してた時に神奈川にしようかなみたいなことを話してたことがありまして、一度物件を見に行ったことがあったんですよね。僕の好きなもくもくちゃん、もともとはその元カノが好きなキャラクターだったんですけど、だんだん僕も好きになり始めて、元カノの影響で。で、じゃあついでに行こうかってなって、物件探しのついでに、そう、イクミママの動物ドーナツ行ったことがあったんですよ。それをね、すっかり忘れていて、いや懐かしくて、なんかちょっとやばいですね。泣きそうになってきます。なんか何をしてても元カノとの記憶が蘇ってきちゃうのがちょっと辛い。いい意味でね、いい意味で辛いんですよね。あの頃に戻りたいなってちょっと思っちゃいます。はい、そんな感じで、じゃあ最後にちょっと一つずつ、多分食べきれないのでどれか一つかな、今日は食べて動画を終わりにしようかなって思います。ちょっと今日ね、チョコレート食べたい気分なんですよね。この可愛いボリス食べちゃおうかな。ボリスにします。ちょっとチョコが食べたい。俺やっぱキャラクターものって食べるの苦手だな。可愛すぎて食べるのが辛い。ちゃんと映ってるかな。いただきます。ドーナツ美味しい。イクミママの動物ドーナツって甘すぎないんですよ。全然甘くないのですっごく食べやすい。分かりやすいんですけど、ミスドのドーナツって結構甘いんですよね。でも全然これ甘くないんで、本当にペロッと食べれちゃう。チョコレートもそんなに甘くないんですよね。でも逆に甘党の人だったらちょっと物足りないかもしれない。僕はすごい好きな味ですね。最後の一口いただきます。ボリス、ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった。なんか寂しくなっちゃった。これはね、また後日食べようと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。